そして一人一人の上に聖霊がとどまったと、使徒行伝の2章 の3節かな、3節、そしてすると彼らはと書いてある。だからそれはエピなんですね。エピというギリシャ語が使われて、言ってみるならばこれが聖霊、これ冷たいんですけど、これ熱い聖霊の下だとすれば、ここにとどまったではないんですね。あのラファエロの絵を見ると、あの一人一人の上になんだけども、中に空間ある感じでしょ。ラファエロの聖霊降臨の絵、言語はエピなんですね。エピは近づけ、あ今冷えてるなと、ね、これが熱かったらギャーってなっちゃうでしょ。だから近づけ、ハレルヤ。だからあのギリシャ語の知識がちょっとつけただけでね、聖書が違った聖書を読んでる感じになってくるんですね。ですからあの若いうちに、同じ聖書ですからね、そして聖書は変わりないわけですから、早めに分かった方がずっとこれからのクリスチャン生涯、そして主に仕える生涯、楽しみとパワーと武器を手にしていくんですね。威力を発揮するんですね。それからあとイエス様の十字架の場面で、もうマタイの福音書のイエス様の十字架で息を引き取った後、何が起こったか、ね、神殿の幕が裂けたでしょ。そしてあの岩も裂けた、そして地面も裂けた、そして墓が開く、死んだ人が生き返った。言語はみんな受動体が使われている。ディバインパッシブという言い方をするんですけど、神様が直接介入して5つの動作を次々と行った、こういう感じですね。これがギリシャ語だとそういうのが出てくるんですね。で翻訳で必ずしもみんな そのように正確には訳してないんですね、残念ながら、はい、すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた、そして地が揺れ動き、岩が裂けた、また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。日本語だと能動体的な感じでね、でも全部受動体なんですね。 ですからあの今度そういういろんな箇所を具体的に見ていけばいくほど、なんで早くギリシャ語を勉強しなかったんだろうと後悔の念が、ね、おいしいものを食べた時にどうしてあそこでちょっと勇気出して食べなかったんだろう、今まで食べたの何だったんだろう、こういう感じですね。言ってみるなら食べ物で言うならばね、ハレルヤ。そして再臨の箇所、言語で読むとね、私も読んで、もうどこでなく私の作ったインターリンがこうやって言語でこう味わって、今でも天が落ちてくるような感じ。言語の一つ一つの持ってる意味をね、海と波が鳴りとどろき、地の人の上には迫り来ることを思って恐怖に襲われますというルカ伝の21章のところなんか見るとですね、もう再臨の箇所がもうリアルにの、今で言えばあの 4D で来るような、まだ見たことないけどそんな感じで迫ってくるんですね、迫力がね。ですからあのギリシャ語で聖書を学んだらいいことずくめ。だからあの私自身が聖書を結構読んでるはずなんですけども、なぜ、このインターリニアを作るようになったかと、ギリシャ語の聖書を読み出して、ちょうどパソコンのが出て95年ですかね、そしてネットで言語で今まで一生懸命こう調べたりなんかして、それだけでもう大変で、一枚一枚一節ずつカードを作って聖書をの言語で読みたいというのをやってたんですけども、
パソコン上で言語をやってその下に解析してその下に意味書いてそれでお風呂入ってさあデボーションして言語で聖書読んでデボーションしようと思ってそして気づいたら朝になってたとかねそういうことが何度かあったあそれだったらこれ作った方がいいというそれだけ魅力あふれるそれが聖書言語で学ぶとそのようになってくるんですねですから皆さんも期待していただきたいと思いますはいそこで、ギリシャ語を聖書で読むための ABC じゃなくて本当はガンマやりたかったんだけど C になってしまったんですけどアルファベータガンマでギリシャ語を今私たちが今学ぶのは簡単な読み方を学ぶんですねですからギリシャ文字を A 文字に変換していく頭の中でそうするとローマ字読みをしていくそれで発音ができるようになるんですね ともかく発音していくことで恐れは消えていくんですね読めるんですからねでもっと本格的に学びたいとなった時のためにいくつかの図書を紹介したいと思います。日本語で読めるギリシャ語の文法書いくつか持ってきまいりましたけれども一番古いやつは岩波全書で神田立夫さんでしょうかこういうのがあるんですねもう日本で一番古くて有名な感じのはい失礼ギリシャ語、はい、でも今ネットでもねギリシャ語の勉強していくこともできますのでネットでも勉強できますそれからメイチェンのギリシャ語新約聖書ギリシャ語原典入門というのもありますただ今手に入るかこちらもね出版で手に入るのはちょっと難しいかと思いますねで今一番ポピュラーで手に入りやすいのはこの新教出版社からのジェレミー・ダフという方で浅野氏が翻訳したエレメンツ新約聖書ギリシャ語教本というのがよく神学校とかですね用いられていると言われていますだから本格的にやりたいときにはこれをでも読集となるとかなり大変ですね、はい、それからあと日本人が書いた小田明先生が書いた新約聖書のギリシャ語文法1,2,3でワンセットなんですねこれはかなり詳しく書かれていますのでこちらの方がもっといいかもしれないですね本格的にギリシャ語を学ぼうとするとき、はい、とはいえギリシャ語を本格的にしなくてももっと安直にでもちゃんと味わう方法があるんですねそれが私が作ったインターリニアギリシャ語新約聖書初級文法は何をするかっていうとギリシャ語の本文の一つ一つの言葉の語形の分析するんですねそして七変化八変化どころかもう二十変化くらいするんですね一つの単語がだから何が何だか分からなくなるだからギリシャ語を学ぶのが難しいと言われているでも誰がやっても大体ほとんど同じという解析ですからねだからそれを解析したのをここにちゃんと書き記したのがインターリニアだから調べなくてもいいおかしいなと思ったら調べてもいいけどねたまに間違いがあるかもしれませんけどそしてその下には原型が書いてあるだからギリシャ語を原型まで見ていくっていうのを逆引き辞典という言い方をします。アナリティカルコンコルダンス、ね、
でも今素晴らしいのはソフトがね、聖書研究の言語のソフトがロゴスバイブルとかですね、あとバイブルワークスとかあるんですね。それでクリックを押すとインスタントプロフェッサーになってポッと押しただけでね、その箇所もしここにあれがあればディスプレイがあればもしさっと出すことができるんですけども、でも馴染んでないと意味がわからない、言ってることがね。ですからちょうど私はこういう理解してるんですね。車の構造とか力学とか、ね、タイヤの摩耗の度合いとかそういうことはあんまりわからなくたって結構走れる、ね、コンピューターだってパソコンだってね、でここで電子がどう動いてるかとかね、電圧がどうかかってるかとかね、量子効果がどうなってるか、そういうことを知らなくても大体動かせて、もう結構な能力を発揮できると。だからそれと同じような仕方の勉強方法があるんですね。ですから言ってみればちょっとした教習所に入って車の運転仕方を分かった上で一般道を走る、一般道を走ってどこに何があるか細かく見ていって、ここにあるこの木は現在形だとかね、この単語が使われてる、自分が興味あるところをやっていたらそれを使えるわけ。先ほどいくつか話したようにね、こういう学び方をしていくと時間セーブにもなるしね、文法解析やっていくのがギリシャ語の初級文法と言われる、それに週2時間くらいかけてもう1年間くらいやって初級文法大体終わる、しっかりマスターしようとするとね、この本をマスターしようとするとそのくらいエネルギーと時間かかる、そこまでついてくる人は必ずしも多くはない。それで振られていって帰ってギリシャ語と聞いただけで心の傷を受けていくそういう人たちがいないわけじゃないですけれども、こうやってインターリングがあるといいとこ取りです。でもそれをしっかり味わえるような学び方ができるんですね。ですから次回はそのような学びを少ししていきたいと思います。で今回のところはギリシャ文字の一覧表と読み方音化というところ皆様に渡した資料にあると思いますが、まず声を出して読んでいきましょう。はい、アルファ、はい、ベータ、ガンマ、デルタ、エプシロン、ゼータ、エータ、セータ、イオータ、カッパ、ラムダ、ミュー、ミュー、クシー、オミクロン、ピー、ロー、シグマ、タウ、ウプシロン、フィー、キー、クシー、オメガ。これにとにかく声出して馴染んでいくことなんですね。そしてギリシャ語に親しむために手を使って書いていく。だからここのところに自分でこうノートを空いてるスペースにアルファをずっと何回も5回くらい書いて、5回以上書いていく。それを今皆さんちょっとやってみてください。アルファと言いながら、アルファと言いながら、アルファアルファアルファと言って、書いていきましょう。私も書きますが、アルファ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 、はい、次ベータ下からいきます。ベータ下からね、ベータ、はい、アルファベータベータ、次ガンマ、ガンマ、今放射能のことでアルファ線ベータ線ガンマ線って出てるでしょ、ガンマガンマ、はい、次デルタ、デルタ、上からデルタはこうこうですね、はい、それからイプシロン、イプシロン、化学記号ではこうやって書いたりするんですけど、こちらでもいいですね、イプシロン、はい、次ゼータ、ゼータはこう書きます、なんか人の鼻みたいな感じでこう、はいはい、それからエータ、エータ、とにかく何回も書いていくことで馴染んでいきます。エータ、エータ、エータ、その次にテータ、テータ、数学ではシータと言いますが、テータ、テータ、テータ、
あ、テオス、まあ、これですね。それからあのイオータ、あの英語の愛に似ていますけれども点がないやつですね、イオータ、はい、皆さんもイオータと言いましょうか。イオータ、イオータ、イオータ、イオータと言って書きましょう。イオータ、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 はい、それからあのカッパ、カッパ、カッパロケットって聞いたことあるでしょ。パロケットとかって、うちの裏とかいろいろ言ってます。カッパ、こうですね、はい、はい、それからラムダ、ラムダ、ラムダ、ラムダロケットとか、ラムダ、日本語の入るみたいな感じですね、ラムダ。それから次はミュー、ミュー、ミュー、はい、ミュー、何回も書いていくことで馴染んでいきます。そしてその次、ニュー。ニューはこう書きます。ほら、松の、あの葉っぱみたいな感じですね。ニュー。ニュー。はい。その次、クシー。クシーはちょっとこう、あれ。でこのクシーというのはこの紙を溶かす口から来てるんですね。だからクシーって、あの冗談じゃない、本当ですよ、松の話。クシーというのはギリシャ語ですか。そうそう、クシーって、ね、いやいや、あの日本語のクシーがどういう語源かは別として、あの同じ文字ですよと、クシー。そしてオミクロン、オミクロンは小さな O ですね。オミクロン、はい。あとあの数学で π と出てきますけど、 P と読みます。P 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 P。でも書くのは π ですね。π π π。はい、あのプニューマは、プニューマ、例はこうですね。プニューマ。だから馴染んで自分の好きな聖書の御言葉あるいは単語に馴染んで書いていけばもうすぐ使えるんですね、プニューマ。それからロー、ロー、ロー、ローはこうやって書くんですね。なんか球をちょっと曲げたような感じですけれども、で音は英語の R に相当します。だからこれちょっと間違いやすいんですね。音訳訳では R に相当する、英語の R。 だからここからレーマが出てくるんですね。レーマ、レーマね、これ R でしょ。この A は長い A、 そして M、 A、 英語に直してね、はい、レーマ、はい、はい、その次はシグマ。これはちょっと馴染みないんですが、シグマ、大文字は、大文字はあんまり使わないですので、大文字そんなに深刻に覚える必要ないです。大文字、シグマは場所によって文字の形が違うんですね。最後になるときにこの S になります。途中だと S。シグマね。シグマ。で、S に相当する。英語の S に相当する。場所、単語のポジションによって文字の形が違う。ですから例えば、ソーマ、ソーマっていうのは体、合図のソーマじゃなくて
体のことをソーマと言いますね。そうすると英語に直すと、あのそうソーマになります。だから S はこうでしょ。で今度あのポリス、ポリス、これは町、ポリス、こうなると巣はこうなる、この巣じゃなくてね。だからあの S がポジションによって S のシグマの文字の形が違う。でもあのいろいろ何回もやっていくことに馴染んでいきますから、気にしないでやっ ていただきたいと思います。その次はあのタウ、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 タウと言いましょう。タウ、タウ、タウ、あの あのここにこうではないんですね。トンが出てない、はいはい、タウ。 その次はウプシロン、いやウプシロン、ユプシロン、ユプシロン、ウプシロンって V みたいな U みたいな感じでウプシロン。はい、ウプシロン。で次フィー、フィー、フィー、フィレオー、フィレオーっていうのはこれを使うんですね。フィレオー、あの兄弟愛、フィラデルフィア、フィレオを使う。その次キー、キー、クリストス、キリスト、キー。だからあのよくもう少しすると X マスってクリスマスこうやるでしょ。これはここはギリシャ語、こっちは英語だから、キリストのクリスト、クリストス。英語だと これに相当しますね。だからこうやって何回もあの書いて発音して馴染んでいくことで、あの自分のものにすぐなってきますから。それからプシー、プシー、プシー、なんかいろいろ模様が出てきて、プシーはこうですね。プシー、プシー、プシー、じゃあ言いましょう。プシー、プシー、プシー。先ほど話しましたプシュケーというのは、プシュケー、プシュケー、魂とかですね。魂とか地上の命とか、そういうふうに訳されるプシュケ。それからオメガ、オメガ、オメガはこう W みたいな感じですね。オメガ、オメガ、はい。じゃあもう一度アルファから声出しましょうかね。3回ずつ、三四、アルファ、アルファ、アルファ、ベータ、ベータ、ベータ、ガンマ、ガンマ、ガンマ、デルタ、デルタ、デルタ、エプシロン、エプシロン、エプシロン、ゼータ、ゼータ、ゼータ、エータ、エータ、エータ、テータ、テータ、テータ、ヨータ、ヨータ、ヨータ、カッパ、カッパ、カッパ、ラムダ、ラムダ、ラムダ、ミュー、ミュー、ミュー、ニュー、ニュー、ニュー、クシー、クシー、クシー、オミクロン、オミクロン、オミクロン、ピーピーピー、ローローロー、シグマ、シグマ、シグマ、タウタウタウ、ウプシノン、ウプシノン、ウプシノン、フィーフィーフィー、キーキーキー、プシープシープシー、オメガオメガオメガ。威厳を話しているんでありません。ギリシャが話しています。ハレルヤはい、そして、じゃあちょっとあの一呼吸置いて、
ギリシャ文字の読み方というところに進みましょうか。はい、皆さん大体ついてきてますね。はい、はい、笑顔が出てきますか。顔引きつってますか。なんかジェットコースターに乗ってるような感じ。はい、そこで今度先ほどの表のところにあります、英語に相当する音化発音をアルファベット文字に直すとこのようになります。でアルファ、もう一度アルファを見ていくと、アルファは A、 英語だと A、ね、一番最初の頭のところにあります。アルファは A に相当する、ベータは B、 そしてガンマは C じゃなくて G なんですね。ガンマ、ガンマ、ガンマ。ですから一番資料の一番頭のところに私直したと思ったら直されてなかったんです。 ABC は英語読みですね。だからこれ C の代わりにガンマの大文字を入れていただきたいと思うんですね。そうすると新約をギリシャ語で読むためのギリシャ語アルファ、ベータ、ガンマになります。 ABC じゃなくてね。はい、じゃあ直していただいたでしょうか。アルファ、ベータ、ガンマ、はい、その次デルタは D ですね。デルタ D、 イプシロンは E、 その次ゼータが Z に相当します。そしてエータはイプシロンを伸ばしてエーエーとやっていきました。長母音。その次ちょっとだからこの表示の仕方、こっちのこうなっているんですけど、本当はこうしたかったんですね。なんか適当なフォントを探すのに戸惑ってしまってこの文字になっているんですが、エータ。その次は C、テータ、テータ、セータ、シータとずっと使って、数学とかなんかで使って間違って言ってもあんまり気にしないで、気づいた時にセータと言えばいいですのでね。だから間違うことを恐れない、何回もやっていいものに馴染んでいけばいいですので、とにかくギリシャ語に馴染んでギリシャ語の本文を読めるようになること、これが一番 の重要なことで、きれいな発音じゃなくたって気にしない。ギリシャ語会話をやるわけじゃないですからね。はい、それからヨータ、イオータは I、 カッパは K、 ラムダは L、 ミューは M、 ニューは N、 そしてクシーは KS ですね。クシー、そしてオミクロンは O、 P が P は P ですね。 P が P、 そう次文字の形で分かりにくいのはローが大文字だと P になってるでしょ今の。でもこれはローですよ。ローは R、 そしてシグマは S、 そしてタウは T、 ウプシロンは U になったり V になったり Y になったりする。でもこれも馴染んでいけばいいですので。それから P は PH ですね。と K は CH、 あと C は PS、 あとオメガはこうですね。はい、おうおうおう。で、イエス様は私はアルファでありオメガでありと言ったでしょ。だから英語最初とあり最後であり。だからそれは最初と最後、中間中抜きじゃないんですね。その全部含めたという意味。はい、ですから、次のページの3ページのところのギリシャ語文字の読み方、だからディアコノス、ディアコノスと読む。はい、それから今度次の文字によっては
こういうのも出てきますね。こういうのも原文には出てくる。でもこれはこれをこうやって、だから省エネはスペースをカットするためにね、昔はパピルスに書いたり、そして羊皮紙に書いたりするので、ものすごい高かった。だから省エネする、省エネタイプでこういう文字をやっている。ですから馴染んでいってる。でもこれは愛と読まないで、あーと、これはえーと、おあるんだけどもないかのように読む。だからこういうのに馴染んでいけばいいんですね。はい。そして今度中ほど、右側の中ほどにギリシャ語が書いてある通りに読めばいい。よい、ね、だから愛は愛、エイはエイ、オイはオイ、ウイはユイはユイ、アウはアウ、エウはエウ、エウはエウ、ウ、オウはオウと読まないで、ここだけウーと読む。ウー。そしてこれはアー、エー、オーと最後のところを読みますね。はい、ウプシロンのところだけ一個だけ出てきたら Y で読む。だからユユ、だからこれ今度H に相当するのはないでしょ。 H に相当するハヒフヘホ、だからギリシャ語文字では H に相当するのがないから、こういう文字を使うんです。こういう記号で、これでやるとハになるんですね。これだからこれでやると火になるんですね。だからこの記号に注意する。だからここでハイマで、ここに来たのは母音が2つ並ぶと1つの母音というふうな見方をしますので、このポジションがこっちにシフトするんですね。だからアヒマじゃなくてハイマと読むんですね。ちょっと難しいけども、だからこれはヒなんですね。ヒヒエロヒエロヒエロ聖なるという。だからこうやって読む。だからこれに馴染むこと、理屈がどうなってるか考えるんで、置かれてる、こうやって使ってるから、それに馴染むということですね。ですからここでは今度前置詞のヒュッポが出てきます。ヒュッポですから、これ直すと HUPO になります。ヒュッポ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 、ね、だからこれは H の記号ですよという。そしてヒュオス、ヒュオス、ヒュフギオス、フヨス、これは息子。はい。そして他の部母音の後ろについくっついたアウ、エウというのはウと読む。だからユーアンゲリオンと読むんですね。
だから「おう」の時は「おう」と読まないで「う」と読む。これだけで、途中何回か間違ったって大丈夫、気づいたら直せばいいですから。だから間違えないように動こうとしたら動けなくなっちゃいますから、何回間違ってもいいですから、正しくなっていくようにすれば間違うか、ことも少なくなってきますので大丈夫ですね。それからガンマは普通はG ですね。ところがガンマカッパクシキークシが来た時には N になるんですね。これは発音のために。だから次エグクラテイヤと読まないでエンクラテイヤと読むんですね。発音のエグクラテイヤと言って発音しにくいでしょ。だから鼻にかかってエンクラテイヤと、はい、そして先ほど見ましたね、 H は小さい、はい、だからオメガの上に H がついて、ほうほう、だからほうらほうら、じゃあ声出しましょう、ほうら、これは時間、ほうら時間だよ、ダジャレみたいな感じ、ほうら時間だ。 その次、今度分かりにくいのはこれは H の印だっていうのが分かったでしょ。今度こういうのが出てくるわけね、なんじゃこらって、これは H がついてないよという印なの。親切でね、 H がついてるのを書く人が見落としたんじゃないかという配慮があるから、これ H ついてないよというマーク、親切ですね。そうそう、 H 金はついてないという印だから、オフェイレイアとなってくるんですね。そして次の時計はホーラの下はアイオン、アイオン、その次はハイマ、ハイマ、チ、だから H 記号がアルファじゃなくてイオータの上についているのは母音が2つ並ぶと1つの母音であるかのように見なされるからシフトしている、はい、じゃあその次はアクセントと句読点。アクセントは3種類あるけれども、中アクセント、極アクセント、それから A アクセントで、実際的には A アクセントついてるところだけ、高く読めばよいと。だから他のアクセントついてても無視。だからマタイ24章の35節、じゃあ最初なんて読みますか。ほほね、おじゃなくて H がついてる印だからほ。でこれ3つついてきたらほほほ、ちょっと字幕かなでだからほ、これでほ。それから次はおうはうと読む、だからうらのす、うらのす、だからほうらのす。その次はかい、かい、次は何と読みます？へーへーへーでね、ほーも分かったし、へーも分かったね。次は、エータは。ゲーだから、今発音しましたね、ゲーって読む、ゲー
皆さん言いましょうとあんまりいい響きじゃないんですけど書いてありますからね。芸だけ言うとちょっと語弊あるかも。平芸、平芸、平芸。はい、その次パレレウセタイ、パレレウセタイ。最初は P ですからパと読むんですね。でローとエプシロンですからこれはレと読む。そしてあのラムダレウセタイ、レウセタイ。じゃあもう一度あの上の段繰り返しましょうかね。三四ホウラノスカイヘイゲーパレレウセタイ。はい、じゃあ二段目。さあ最初何と言います？おひじゃなくて。おひと読みたいんですけども、あのおいが、おいの前に H があるとみなす。だからほい、ほいね、いいでしょうか。あのでだからあのおひと読みたいんだけども、これは一つの塊になっている。この母音が二つあることで、だから本来はあのこうやって書いてほしいところが、この単語があのずれて二つの母音が二つ重なるから H がこっちにシフトしてる。だからおひではなくてほいと読む。こちらが正解。ほい。慣れてきますから大丈夫です。だから ある面で何度か失敗するのもとってもいい。でこれではないと分かるわね。これではないと分かってるのを何回もやっていくのがかえって苦痛になってきますから。慣れてきますから大丈夫ですよ。ほい、じゃあ下もほい、その次はで、ほいで、次はロゴイ、ロゴイ、その次はもうではなくておうはうーと読む、はい、むー、その次う、はい、う、その次はめ、め、羊の鳴き声みたいですけども、めでしょ。その次パレルソーシンと読みます。パレルソシン、はい、じゃあその次5ページ、もうだいたい読みかけが終わった感じです。はい、そして今度5ページのところは、疑問符に注意。終止符がピリオドですね。あとコンマ、コロン。そして疑問符は英語のセミコロンに相当する。これが疑問符。だからクエスチョンマークは出てこない。これがギリシャ語で何々ですかと、癒されたいのですかと。の後にはセミコロンが出てくる。はい、じゃあその次マルコ5章31節のところ
一緒にまた読みましょうか、はい、読み方の練習と。最初は何ですか？貝、はい、その次に、はい、エレゴン、お素晴らしい、貝、エレゴン、その次にアウト、はい、貝、エレゴン、アウト、ホイ、そうそう、ホイ、その次はま、ま、え、ま、てとも言いず、あの発音、あのタと混乱を避けるために、まあ、せ、せという言い方を私はします。まあ、せ、たい、そしてその次はアウトゥーと読みます。アウトゥーではなくてアウトゥー、オウはウー、アウトゥー、その次はブレペイス、はい、そう、ブレペイス、その次にトン、はい、ブレペイス、トン、オキュロン、オキュロン、はい、その次はちょっと読みづらいかな、分かりにくかったらその上にあの A 文字アルファベットをあの写して、スン、最初はスンですね、スン、スリ、その次ボンタ、スン、スリ、ボンタ、その次セ、その次カイ、その次はレゲイス、レゲイス、はい、その次ティス、ムー、ムー、モウじゃなくてム、モウじゃなくてム、オウだからム、ム、ティス、ム、サ、その次は、はい、ヘーでね、ヘー、プサト、ヘー、プサト、ヘー、プサト、じゃあもう一度読みましょうか。三四、カイエレゴンアウトホイマセタイアウトゥブレペイストンオキュロンスンスリボンタセカイレゲスティスムヘプサト、はい、最後のところはセミコロンが出てきた疑問符、私に触ったのは誰ですかと。長地の女が衣に触った時に、ね、ティスムヘープサト、三文字、さあブレイク前の最後の発音の練習、ロマ書6章23節、はい、最初の文字はタ、そうですね、タ、次ギャルじゃなくてガルって、ガル、ガル、タ、ガル、それからオプソニア、あの A アクセントがついてるからオプソニア、オプソニア、その次はテス、テス、さ、その次は H が
ある。はまるティアス、聞いたことあるでしょ。はまるティア、原型はその下に書いてるのが文法解析の略語、そのもっと下に3段目に書いてあるのが原型、辞書に出てくる形。ここでは辞書に出てくる形はハマルティア、聞いたことあるでしょ、罪。それから上はハマルティアスサナトス、サナトス、サナトス。その次はと、で、で、はい、その次カリスマ、 A アクセントだからカリスマ、ま、カリスマ、ね、カリスマ。その次2行目はトゥではなくてトゥ、オウはウ、トゥ。だから何回も間違っていいんですよ。言うたびにこう間違いそのうち飽きてきますから。その次はセウ、セウ。そしてこれ、はい、ゾエ、ゾエ。そしてその次はアイオニオス、アイオニオス。その次エン、はい、クリスト、クリスト、イエス、トキュリオヘモン、とキュリオヘモン。じゃあ23節もう一度読みましょうか。3、4、タガルオプソニアテスハマルティアスサナトス、トデカリスマトゥセウゾエアイオニオスエンクリストイエスとキュリオヘモン。そして監視はこのようになっていますが、じゃあブレイク10分間くらいしましょうかね。そして早めにスタンバイした人はまた声出して手を使ったりしてアルファベットを書き続けて、御言葉を愛しますと言葉と態度と唇で告白しましょう。じゃあ今回10分間休憩します。どうですか、自信がついてきてね、ギリシャ語突破。
もう怖くはないギリシャ語ってね。少しだから教習所でこう車ちょっとアクセル起こしてハンドルこうやってそう、こうやってる感じです。大丈夫、暴走したって大丈夫。暴走するとエネルギーがあるよ。はい、ありがとうね。じゃ あのこのテーブルこっちに置いた方がいいかな。パソコンのテーブルが長くてる。これが今度ギリシャ語の目視力になっちゃったね。なんかおかしくなった。じゃあ、主の祈りを今コピーして
皆さんのところにお届けするかと思いますので、あ、時間来ましたね。じゃあ次のところ、このテキストのところで、テキストのところを開けていただけますでしょうか。はい。はい。じゃあ、今度6ページのところ、6ページのところに名詞とその核変化、だからこれは今度文法の初級文法だとこういう核変化もやっていくんですね。で、最初のホフュオスというのが原型です。で、ちょっと前後しますが、左手の5ページの一番下、5ページの一番下に冠詞というのが出てきます。で、ギリシャ語の冠詞は英語の冠詞とは違って独特のけれども非常に大切なものなんですね。ですからその発音をちょっとやっていきましょうかね。冠詞には単数と複数があります。そしてそれぞれ男性、女性、中性があります。だから冠詞を見ただけでこれは男性の単数だ、これは女性の複数だとか、冠詞を見ただけで分かるんですね。そして、冠詞が今度、核変化を起こすんですね。どのポジションによるかで核変化を起こす。ですからそれの例を読んで、声出して読んでいきましょう。まず単数形方平とと読みます。はい、方平と、主格はね、方平と。そして今度複数はほい、はい、た、ほい、はい、た。今横列読んでいきました。今度縦列、男性単数、ほうとぅとぅとん、はい、ほうとぅとぅとん、なんか電信信号みたいな感じ。はい、じゃあ声出して読みましょうか。ほうとぅとぅとん、へいてすててん、はい、へいてすててん、とぅとぅと、とぅとぅと、ほいとんといすとぅす、ほいとんといすとぅす、はい、トン、タイス、タス、タイス、タイス、タス。中性複数はタ、トン、トイス、タ、タ、トン、トイス、タ。はい、はい、そこでもう一度今度6ページの一番上のところで単数複数、単数複数と、主格、属格、余格、対格、個格、だから変化し始めているんですね。はい、で、ほ、ひょす、はい、読みましょう。ほ、ひょす、とぅ、ひゅう、とぅ、ひゅう、はい、とぅ、ひゅう、とぅ、ひゅおう、とぅ、ひゅおう、とん、ひゅおん、ひゅおん、ひゅえ、その次複数、ほいひゅおい、はい、ほいひゅおい、とんひゅおん、とんひゅおん、といすひゅおいす、といすひゅおいす、とすひゅうす、とすひゅうす、ひゅおい、はい、その次、ほロゴス、はい、ほロゴス、とログ、とログ、とロゴ、とロゴ、トンロゴン、トンロゴン、ロゴス、ロゴス、ホイロゴイ、ホイロゴイ、トンロゴン、トイスロゴイス、トゥスロゴス、ロゴイ。その次はホアンセロポス、ホアンセロポス、トゥアンスロープ、
to anthropo, to anthropo, anthropo, to anthropon。 核変化でアクセントはシフトしていきますけれども、アンスロペ、はい、その次視覚、トプニューマ、トプニューマ、トゥープニューマトス、トプニューマティ、トプニューマ、プニューマ、はい、こんな感じでずっと出てきます。だから声出して馴染んでいく、ね、ちっちゃな子供が言葉を覚えるとき、分かっても分からなくても真似しながらだんだん言葉を覚えていって、今度使うように、私たちもギリシャ語に関して馴染んでいく、書いていく、読んでいく、意味分かっても分からなくても文字出てきたら読めるんですね。文字出てきたら読めるので入ってなかった、はい、ごめんなさいね。じゃあすいません、ちょっとブレイク。じゃあ皆さん、こちらの複数 の、 今度右側のヘイカルディアからどうぞ皆さん声出して読んでください。でこれはじゃあ取った方がいいですね。まずでこっちが、いやこっちの画面が出てこない。だからこれ外しと出てくると思う。すいませんね。いいですね。あれ出たのを確認しなかったね。はいはい、まあ、まず、まず大丈夫、こっちの、こちらのところに、あれ、こっちから写しますね。ちょっとお待ちくださいね。これですね。主の祈りでここに開かないとね。はい、始めて。すいませんね。プリントスクリプトだから本と関係ないです。あ、はい、はい、じゃあ皆さん声出しましたか、はい、野球の球拾いじゃないけど声出してこうぜと、はい、ヘイカルディア、テスカルディアス、テイカルディア、テンカルディアン、カルディア、はい、ハイカルディアイ、トンカルディオン、タイスカルディアイス、タスカルディアス、カルディアイ、ヘイゲイ、テスゲイス、テイゲイ、テンゲン、ゲイ、ホデューロス、トゥデュール、トデューロ、トンデューロン、デューレ、はい、ホイデューロイ、声出しましょうか、ホイデューロイ、トンデューロン、トイスデューロイス、トゥスデュールス、デューロイ、はい、その次、ホコスモス、トゥコスム、コスム、トコスモ、トンコスモン、コスモス、はい、
ちょっとな馴染むのにね時間かかるかもしれませんが、赤ちゃんが子供が言葉を習うのと同じですから、何回も何回もやってうまくいかなくたって全然恐れない、初めてなんだから。じゃあその次、今度名詞の核の性格、次回これをもうちょっと詳しくやっていきますが、主格っていうのは主語の核、何々、日本語では何々はとか何々がとか表しますね。その次属格、何々の所有とか属性を表す、具体的に特定する、例えば私のカップっていう、ね、教会のプロジェクターって特定されるでしょ。そういう時属格。それから余格っていうのは場所とか手段、関係を表す、新宿で夜7時にとか水の中でとか、それから体格、何々を動作を拡大する、延長する、あるいは目的語、直接目的語の時もあるし間接目的語のこともある。そして骨格は呼びかける、何々さんってラザロよ起きなさい。それからその後は皆さんの自分の個人で自分でレベルに応じて何回書くか、何回声出して読むかの自己申告制でありますのででもテキストがないとあれでしょうから、ヨハネの手紙の中からサンプルいくつか出しました。最初読みましょうか。三四ホセオスフォスエスティン、二行目はカイスコティアエンアウトウクエスティンウデミア、もう一度ホセオスホスエスティンカイスコティアエンアウトウクエスティンウデミア。その次、ヨハネ、第一ヨハネの4章16節、最初は、ホ、セオス、アガペ、エスティン、カイ、ホ、メ、ノン、エンテ、アガペ、エント、セオ、メ、ネ、カイ、ホセオスエンアウトメネイ。はい、3番目はパスホピステウオンホティイエススエスティンホクリストス。はい、次の7ページ、エクトゥセウゲゲンネタイカイパスホアガポントンゲンネサタ。ごめんなさいね、これ文字をシフト区切ってるところは次の文字と単語でくっついてるところなので、ゲネサンタアガパーカイトンゲゲネゲゲネメノンエクス
out to。 4番目 this the esting ho ni kon ton kosmon a me ho pisteu on ho hoti hoti なんですね。 hoti Jesus esting ho huos tu seu。セミコロンが出てきますね。疑問符。5番目。ヒュートスエスティンホエルソンディ。次は何と読みます？はい、何と読みます？はい、そうそう。フダトス。カイ。はい、次は？ハイマ。ハイマトス、イエスス、クリストス、ウク、エント、フダティ、モノン、アル。このラムダ2つあるときは、きつ音ではなくて、1つだけ読めばいい。だからね、こういう、アラっていうのはしかしという接続詞なんですけれども、アラと読むんじゃなくてアラでいい。だから子音が2つあるときは1つだけ読む。だから ユアンゲリオン、これはユアングゲリオンじゃなくて、2番目は2つなったときには N で読む、ユーアンゲリオン、ね。はい、で、子音が2つあるときは1つカットして読む。だからそこが英語だとこう詰まっていくような感じになりますけれども、1つだけで読む。はい、ありがとうございます。どうですか。はいはい、1ページ進んでよかったですね。はい、次、はい、エントハイマティですね。5番目の下から2段目 の右、左から3番目の文字からカイトプニュ、はい、カイトプニュウマエスティントマルトゥルーン、ホティトプニュウマエスティンエアレセイヤ。最後 のプニュウマというのは線引くのちょっと忘れてしまったので、プニュウマですね。最後の2文字 P とニュー。はい、6番、はい、トプニウマカイトフドルカイトハイマカイホイトレイスエイストヘンエイシン。はい、7番、ホエコントンヒュオンエッケイテンゾエンホメエコントンヒュオントゥセウテンゾエンウクエッケイ。はい、8番、ヨハネ伝一章一節。さあ一呼吸置いてはい、一番最初はエンアルケエンホロゴスカイホロゴスエンプロストンセオンカイセオスエンホロゴス。九節、カイト、9番ですね、ごめんなさい、カイトフォス
エンテスコティアパイネイ、カイヘスコティアアウトウカテラペン。10番目、エントフォストアレシノン、ホフォティゼイパンタアンスロポン、エルコメノンエイストンコスモン。じゃあ11番、カイホロゴスサルクスエゲネト、カイエスケノセンエンヘミン、カイエセアサメサテンドクサンアウトゥ、ドクサンホスモノゲヌスパラパトロス、プレレスカリトスカイアレセイアス。さあ12番、ヨハネ3章16節、これも暗記文ですね。3章、ヒュートスガルエガペセンホセオストンコスモン、ホステトンヒュオントンモノゲネエドケン、ヒナパスホチステウオンエイスアウトンメアポレタイアルエケゾエンアイオニオン。13番、ホスティアンピエエクトゥフダトスフエゴドソアウトウメディプセイセイエイストンアイオーナアラトフドールホドソアウトゲネセタイエンアウトペゲフダトスアロメヌエイソエンアイオニオン。14番、アーメンアーメンレゴヒュミンホティホトンロゴムアクオンカイピステウオントペンプサンティメエケイゾエンアイオニオンカイエースクリスンウクエルケタイアラメタベベケンエクトゥサンナトゥエイステンゾエン。15番、メタラセソーフュモンヘカルディアピステウエテエイストンセオンカイエイスエメピステウエテ。ハレルヤハレルヤ。今よちよち歩くかもしれないけども、もう今度はやがてすごいランナーになっていきます。ハレルヤ。はい、小テスト発音した回、書いた回数、覚えた単語の数、覚えた句の数、覚えた文の数、書いた単語の数、書けた句の数、とにかくもう全身を使ってやっていく。ハレルヤ。やれるところからだけでもいいんですね。一番簡単なのは、例えばね、8番のエンアルケエンホロゴス、ね、エンアルケエンホロゴス、ね、あと14番の最初なんか簡単ですね。アメンアメンレゴーヒュミン、ね、ホティカー略とかね。まず自分の好きなところ、できるところ、うん、そして自分 の、 とっても好きな御言葉をギリシャ語で少しずつ覚えたら、そして祈りの時もこれを使っていくんですね。
ハレルヤ。異人だと知性は実を結ばないけど、ギリシャ語で祈ったら知性も実を結ぶんですね。はい、グローリー。はい、テキストはこんな感じで、あとは自己努力ですね。扉は開かれたんですね。あとそこでやり続けるか、そして早めにギリシャ語に馴染んで使えるようになったらとっても便利。ちょうど車を運転できるようになったら便利、あるいはパソコンを使えるようになったら便利と同じようにね、何やってもリスクはつきもの。でもそこをやったら今まで見えない世界が、今までぼんやりしていてそこに入っていけるんですね。最初私が申し上げましたようにギリシャ語が聖書が開く祝福の世界、そして大胆な確信を持って神の御言葉を宣言するんですね。そしてイエス様が語ったのは天気が滅びてもイエス様の語った言葉は決して滅びないんですね。日本の翻訳語あるいは英語の翻訳だったら変わるかもしれない、でも言語は変わらないんですね。だからどちらを覚えた方が、もちろん両方覚えた方がいいんですけども、ハレルヤ。さあ残りの15分くらいで、さあ今日の特別プレゼントで主の祈り、ちょっと文字小さくて申し訳ないんですけども、はい、じゃあ6章の9節から読みましょうかね。はい、ヒュートス、はい、ヒュートスウンプロセウケセヒュメイス、はい、ヒュートスウンプロセウケセヒュメイス、はい、いよいよ次から主の祈りですね。パテルヘモン、パテルヘモン、ホエントイスウラノイス、ハギアセトとオノマス、ハギアセトとオノマス。その次、6章10節は、エルセトヘバスレイアス、ゲネセトトセレマス、ホスエンウラノカイエピテスケス、トン11節、トンアルトンヘモン、トンエピウシオン、ドスヘミンセメロン、カイアペスヘミンタオフェレマタヘモン、ホスカイヘメスアフェカメントイスオフェレタイスヘモン、カイ13節ね、カイメエイセネグケスヘマスエイスペラスモン、アラリュウサイヘマスアポトゥアポトゥポネル、ホティスエスティンヘバスレイヤカイヘデュナミスヘドクサエイストゥスアイオーナスアーメン。ハレルヤ、ね、最初パーテルヘモン、だからギリシャ語の勉強をして主の祈りを覚えて、日本語で祈ることも素晴らしいんですけれども、ギリシャ語で祈る、パーテルヘモンホエントイスブラノイス、じゃあゆっくり言いましょう。
パーはい、パーテルヘモンホエントイスラノイスハギアセトトオノマス。はい、エルセトヘバスレイアスゲネセトとセレマスホスエンウラノカイエピテスゲストンアルトンヘモントンエピウシオンドスヘミンセメロンカイアフェスヘミンタオフェレマタヘモンホスカイヘメスアフェカメントイスオフェレタイスヘモンカイメエセネグケスヘマスエスペラスモンアラリュウサイヘマスアポトゥポネルホティスエスインヘバスレイヤカイヘデュナミスヘドクサエストゥスアイオーナスアーメン。アーメンをギリシャ語で読んでるんですね。パーテルヘモンホエントイスブランノイス、子供たち何回も言ったらね、すぐ出て覚えてきますよ。覚えようと思わない、何回も声出すの。はい、いろんな質問や疑問あるかと思いますけれども、どうぞ あと10分間くらいで。どうですか、どうぞ。いわゆる上から目線の講義じゃなくて、今この同じレベルで、これ何でしょうか、あれ何でしょうか、あるいはどうしたらギリシャ語にもっと通じていくように、ロー少なくて実りが多い方法ないでしょうかとかね。でもね、これ手前味噌で言うんじゃなくて、祝福のためにインターリニアがあることでギリシャ語のハードルが全く低くなって、今までですと例えばギリシャ語の文法を学ぶのに、さっき言ったようにね、しっかり学ぶためにはもう頭を冴えるように頑張って週2時間1年間やってギリシャ語の初級文法、そしてできるのは文法解析、そうやって次のステージで今度ギリシャ語の世界の甘さに入っていく。でも最初の初級文法でもうノックアウトされてリタイアしていく場合が少なからずあるんですね。でも誰がやってもほとんど文法解析同じですから、そしてもうノートに書いてありますからね、それを使って味わうことが覚えたらもういいとこ取りなんですね。そして一つ前の時代はギリシャ語の聖書はネストレの、これは27版で、こういうのがこう書いてあってですね、私もやりましたけど、横のところにギリシャ語の意味をね、英語で書いてね、細かい字で一生懸命書いて、今になってとても目が読めそういう感じでやったんですけど、インターリニアだったら日本語で原型が出てくる。そしてギリシャ語と日本語の辞典いくつかありますけれども、岩熊さんのと、あとこの小田明さんのがありますね。ですから文法解析してやっとギリシャ語の原型が出てきた、ね、出てきたら今度それ をギリシャ語の辞典引いて、ギリシャ語と日本語引いてこの意味を確かめていくという、こういう作業になってきて、ですから一行読むのに1時間とかね、こっち引っ張ったりあっち引っ張ったりして
その日電話来たりしたら何やってるのか分からなくなる。それでも頑張ってやったけども誰やっても同じ結果がここに書いてあると文法解析したらね。そしてやっと原型たどり着いたらそれで今度ギリシャ語と日本語の辞典を引いてこの、 あのアガペーという意味はどういう意味だろう、プニューマというのはどういう意味だろう、こうやって調べていく。そしてやっとあの土台をやって、でもそこからもっと深く入って本当の豊かさに入っていくのに、これでもうエネルギー切れになってしまう。でもインタリニがあったらもう最初からそこに入っていって、この現在形はどういう意味だろうかとか、ね、パーテルヘモンってなんで一番最初にパーテルが来る、日本語だと天にますます我らの父をでしょ、ギリシャ語だとパーテルヘモンホエンドイストラノイスって。だから直訳語順までやってくると父ちゃん私たちのとなっていると、そして天にいると。今あのこれが語順までこう書かれているんですね。そして皆があの口語訳も新海訳もあがめられますように、ね、とっても謙遜でへりくだった御国は来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、素晴らしいのに、でも腹の中では99% は実現しないんじゃないかと、そういう感じがなきにしもあらず。でも原文見たらこのように祈りなさい、命令形だと、命令形なんですね。だから六章十節では来させてください、者をここに通らせてください、天の父ちゃんと、こんな感じです ね、 ね、天の父ちゃんはお金持ちでしょ、権力あるでしょ、ここに列車を引くのは何の問題もない、ここに列車を引かせてください、ここ通してください、こんな感じで祈りなさい。だから主の祈りのニュアンスが全然違ってくる。こういう感じで味わいを豊かにしていけるんですね。そして、あの6章12節で12節でも読みましょうか。カイアフェスヘミンタオフェイレマタヘモンホスカイヘメイスアフェカメントイスオフェイレタイスヘモン。オフェイレマタというのは名詞の対角中性複数だから、私たちの負い目、罪の負い目、数が複数あるで、これを許してください。そしてホスカイヘメイス、ヘメイスというのはあの認証代名詞、普通認証代名詞の主格はなくても意味が通じるの。アフェカメンというのは一人称一服って書いてるでしょ、だから私たちは許しましたという意味なの。だからヘメイスというのは全くなくても同じ意味なんですね。だから私たちは許しましたというのにヘメイスアフェカメンというのとアフェカメンというのと意味は全く同じ。でもヘメイスという言葉、認証代名詞、私たちはあるいは私たちがというのがついているのは強調のためについているんですね。
私たちは許しました。そして13節、解明衛生ネグケス、はい、解明衛生ネグケスヘマスエスペイラスモンアラリュウサイヘマスアポトゥポネル、アポトゥポネル、だからポネロスという邪悪なという形容詞の前に冠詞がついている。だから冠詞がついている形容詞と冠詞がついてない形容詞はどういう違いがあるのか、だから冠詞があるかないかでどのような意味が違いがあるのか、ね、あの先ほどのこのテキストのところでも、ヨハネ伝一章一節のところにこう書かれていますね。8番目こう書かれています。じゃあ8番目読みましょうか。3、4、エンアルケエンホロゴス、カイホロゴスエンプロストンセオン、カイセオスエンホロゴス。だから最後のところはセオスエンホロゴスで、セオスの前に冠詞がついてないですね。名詞の前に冠詞がついてるかついてないか、これは大きな違いをもたらすんですね。だからこういうことを今度次の時やっていくんですね。だからこれがギリシャ語の理解をどんどん深めていく。そして今度動詞、また前置詞、動詞の活用、時制、天数、それらを分かってくると、こんなにすごいことが書いてあるのかと、びっくりしていくんですね。ですから、イエスも言ったように、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。全部命令形の命令、現在形の命令が、現在形というのは継続とか繰り返しを指すんですね。だから次々と叩きなさいと、次々と開かれていきますと、ね、だから私たちのもう知らないうちの壁が、あるいは覆いが、こうやって求める人には与えられ、探すものは見つけて、叩くものに開かれて。ですから御言葉を言語で学んでいくというのは、そういうことを体験していくことなんですね。真理はあなたを自由にする。だから言語から真理をスパッと学んで、自由にもっとされていくんですね。はい、時間になりましたので、感謝を持ってお祈りいたし、祈りして終わります。恵み深い天のお父様、私たちに神の言葉を与えてくださってありがとうございます。天地が滅びても決して廃れることのない神の御言葉を、新約聖書はギリシャ語で与えてくださいました。どうぞギリシャ語で聖書を学ぶお一人お一人、どうぞあなたに対する強い飢え渇きと情熱が与えられて、どうぞ御言葉の開く豊かな世界に入っていき、そして感動し喜んで、そしてこの御言葉と御言葉の輝き力を世界に広めていく器たちとして用いられていくように、どうぞ祝福ください。主イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。はい、ありがとうございました。